2015年、東京都福生市で恐怖の事件が発生しました。しばらくの間未解決だったこの事件は衝撃の結末を迎えることになるのです。今回はその内容をまとめていきます。後に事件の被害者となる当時38歳の男性土田芳さんはもともと女性でした。どうやら土田さんは性同一性障害だったらしく、手術を経て性転換を行ったみたいなのです。この時に体だけではなく、戸籍上でも性別を男性に変えています。こうして男性としての人生を歩み始めた彼が一人の男性 A さんと知り合いました。A さんは土田さんの逆で、女性として振る舞っている男性だったそうです。実際、女性ホルモンの投与や手術などで見た目は女性に変えていたようですが、戸籍上の性別は男性のままでした。元々の性別が逆ではあるものの、境遇が似ていた二人はすぐに意気投合します。そしていつしか交際をスタートさせました。その後も二人の関係は良好だったようです。そして最終的には結婚を決意しました。ですが、戸籍上、二人はどちらも男性です。そのため日本国内で結婚することは不可能でした。そこで彼らは入籍の代わりに養子縁組を結ぶことにしたそうです。年齢の通りに年上の土田さんが養子で、年下の A さんが養子になりました。こうして二人は親子関係になったわけですが、それはあくまでも形上でのことであり、本人たちの間では夫婦関係という認識になっています。実際、土田さんは周囲の人々に対して A さんのことを奥さんと話していました。そのようにして結婚生活が始まったのです。しかし、二人の関係は徐々に悪くなっていきます。2015年に入ると、喧嘩が続くようになったのです。原因はいずれも些細なことだったといいます。それでも、回数が重なると喧嘩の内容もエスカレートしていきました。2015年8月、喧嘩の中で激高した土田さんが A さんに飛びかかり、彼女の首を絞め上げたのです。そこで A さんは警察に助けを求める通報を入れています。これを受けた警察は現場に急行し、その場で土田さんを現行犯逮捕しました。ただ、それで土田さんが裁判にかけられたりすることはなかったようです。おそらくは A さんが被害届を出さなかったのでしょう。実際、この一件がきっかけで二人が別れたりすることはありませんでした。喧嘩は重なっていたものの、お互いに嫌いになることはなかったと言います。A さん曰く、二人の関係は切っても切れないものだったそうです。しかし、そんな絆で結ばれていたはずの土田さんが突如としてこの世を去ってしまいます。しかも、その状況は悲惨なものだったのです。事件が起こったのは11月12日のことでした。この日の午前5時30分頃、A さんが東京都福生市に立つ自宅マンションに帰ってきます。この時、土田さんはまだ帰ってきていなかったみたいなのですが、ほどなくして彼も帰宅しました。こうして顔を合わせた二人は少しの間話をしてお互いの部屋に入っていきます。そしてそのまま眠りにつきました。A さんが目を覚ましたのは午後4時30分頃だったようです。そこで彼女は携帯を確認し、再び目を閉じました。次に A さんが目を覚ましたのは1時間後の午後5時半です。この時家の中に人の気配がなかったため、彼女は土田さんがどこかに出かけたのかもしれないと思っていました。ですが、自分の部屋から出るといつも彼が使っているカバンが置きっぱなしになっていることに気がつきます。A さんは不思議に思いながらも風呂に入るためにタオルを取りに行こうとしたそうです。そうして彼女が部屋の中を移動していると和室の中で土田さんが倒れていることに気がつきます。しかも、その状況はあまりに異常でした。恐ろしいことに、土田さんは顔を血だらけにした状態で頭から青色のビニール袋をかぶって倒れ込んでいたのです。この光景を目にした A さんは慌てて携帯電話を取りました。そして119番通報を入れています。彼女は父が頭から袋をかぶり、血だらけで倒れていると説明しました。このやり取りの中で事件性を感じた消防職員は警察にも連絡を入れています。そこで警視庁福生署員も現場に急行することになりました。警察官や救急隊員が現場に到着した時点で土田さんはすでに死亡していたようです。発見された遺体の状態は明らかに異常でした。恐ろしいことに、顔の皮膚が全てなくなっていたのです。その一方で、顔以外には目立った外傷がありませんでした。警察は何者かが鋭利な刃物で土田さんを襲ったものだと推測して捜査に動き出します。そうして現場となった部屋の調査が始まったのですが、犯人につながるような痕跡は全くと言っていいほど残されていませんでした。
凶器となった刃物はおろか、血痕すら発見することができなかったのです。また、争ったような跡も見られませんでした。同じ家の中で寝ている同居人に気づかれることなく犯行を遂行し、痕跡を残さずに姿を消した犯人。その正体は一体誰なのでしょうか。この謎に満ちた事件はマスコミも大々的に報じています。発見された遺体の状態が狂気じみたものだったことから猟奇殺人事件なのではないかと騒がれたのです。警察は詳しい死の状況を明らかにするため、土田さんの遺体を司法解剖に回しています。その結果、遺体は発見された時点で死後半日が経過していたことが判明しました。その一方で、死因が明らかにされることはなかったのです。そこで警察は遺体をより詳しい調査が行える病理解剖に回すことにしました。それと並行して捜査員は事件当日に同じ家にいた A さんを重要参考人として事情聴取を行っています。しかし、A さんは起きたら死んでいたと話すだけで、後のことは何もわからないと説明しました。そうなると、あとは物的証拠を見つけるしかありません。警察は逃走後の犯人が現場近くで凶器などを捨てた可能性を考えてマンション周辺の捜索を行います。ですが、犯人につながる手がかりは一つとして見つかりませんでした。捜査本部は被害者の土田さんが何かトラブルを抱えていなかったか調べるため、彼の周辺者に対する聞き込み調査を実施します。その捜査範囲はどんどん広げられていきました。そこまでしても、犯人につながる情報は一切得られなかったのです。そんな中、病理解剖が終えられ、結果が出されることとなります。そうして明らかになった死因は薬物中毒によるショック死でした。驚くべきことに、顔の怪我は死因と全く関係なかったのです。このことにより、一層増して事件の謎は深まっていきます。それもそのはず、土田さんの体内から検出された致死量を超える成分はエチゾラムという睡眠薬に含まれるもので、これは普段から土田さんが服用していたものだったのです。さらに、以前から彼は A さんに対して自殺願望があるという旨のメールを送ったりしていました。ということは、彼の死は自殺だったのでしょうか。ですが、それでは顔の皮膚がなくなっていることに説明がつきません。そんな中で疑いの目を向けられたのは土田さんと A さんが飼っていたチワワと雑種の犬2匹でした。専門家の間で、この犬たちが土田さんの顔の皮膚を食べたのではないかという説が囁かれるようになったのです。もしそんなことが可能だとするのなら、確かに大方の謎には説明がつきます。そもそも犯人などいないのですから、痕跡が見つかることもないのです。とはいえ、それはあまりにも荒唐無稽な話だとされました。しかし、こうした考えに対して専門家は反論を唱えたのです。その反論の内容は過去にも似た事例が確認されているというものでした。1997年、ドイツで自殺した男性の体の一部をペットであるジャーマンシェパードが噛みちぎってしまったという事件が確かに発生しているのです。これを受けた警察はペットの犬による死体損壊の可能性を考えて検証に乗り出します。その結果、犬の鼻に土田さんの血液が付着していたことが判明しました。また、土田さんが被っていたビニール袋からは犬の DNA 型が検出されたそうです。さらに、ビニール袋には引っかいたような跡が残されていました。こうした事実から、警視庁は次のような結論を導き出したようです。以前から自殺願望があった土田さんが大量の睡眠薬を飲み、ビニール袋を被って死亡。それから残された2匹の犬が飼い主である土田さんを起こそうとして顔の皮膚に噛みつき、そのまま食べてしまった。そのため本件に事件性はない。こうして捜査は終結させられたのですが、この結末に納得できない人も多くいたようです。確かに、違和感はまだ残っています。まず、飼い主の遺体にペットの犬が噛みついたという事例は他にも確認されているという点ですが、ドイツの事例に関しては犬が警察犬としても活躍するジャーマンシェパードでした。それに対して土田さんが飼っていた犬は雑種とチワワです。雑種がどの犬種を掛け合わせたものだったのかが明らかにされていないため、一概に差があるとは言い切れませんが、ジャーマンシェパードを超える凶暴性を持っている可能性は低いでしょう。では、なぜ犬の鼻に血がついていたのかという点ですが、これについては犯人によって襲われた後の遺体に皮をつけたりした可能性があります。また、仮に犬が皮を剥いだとするのなら、血痕を散乱させないというのは難しいはずです。さらに、野犬ならばともかく、日本で飼われているペットの犬が飼い主を噛みちぎったりするのなら、同様の事件が数多く起こっているはずでしょう。加えて言うと、顔だけを狙ったことも不自然です。
死因が薬物中毒だったことに関しても誰かに薬を盛られた可能性があります。そもそも刃物で切られた跡と犬に噛みちぎられた跡を見間違えるということ自体がおかしいとする声もありました。こうした疑問が残ることから、今でも真犯人は別にいるのではないかとする説が語られているのです。いずれにせよ、自殺として処理されてしまった以上は新たな展開を迎えることもないでしょう。いかがでしたでしょうか。ペットが飼い主の遺体に噛みついたとされている事件、本当にそれが真相だったのでしょうか。謎は今でも残されています。それではご視聴ありがとうございました。